リスグルは中華民国の軍人。一級上昇、元中華民国海軍司令、前中華民国国防部長。1963年、中華民国海軍管学校を卒業後、中華民国海軍に入隊した。1981年に海軍参謀大学に入学し、1990年にはアメリカ海軍の海軍戦略大学に入学しさらなる研鑽を積んだ。 この艦、潜水艦、海市の兵器長、副長を務め、1980年代には、駆逐艦の艦長や、第226戦隊、第256戦隊の戦隊長を務めた。アメリカ海軍の海軍戦略学校での研修終了後、再び海軍に戻り、海軍総司令部参謀長、海軍艦隊司令部司令、海軍総司令部副総司令、 海軍総司令部副参謀総長などを歴任した。1999年には海軍総司令部総司令に就任した。2002年、一級上昇に承認するとともに国防部参謀総長に就任した。2004年5月、中国国民党席ながら中華民国国防部長に就任し、中華民国国軍における2番目の栄誉である。 聖天白日勲章を受賞した。2007年3月、民主進歩党政権が、軍施設などから小解析の銅像を撤去しようとした、ことに同意し、国民党から軍の倫理を乱し、牽制者に尻尾を振ったとして除名された。国民党から民進党の内閣に入閣し、除名処分にあったのは、林信義元経済部長、以来二人目だった。ありがとうございます。